ここかな、喋るところはここなのかな多分ここかな、どうなんだろう、ロード中してこれ画面か、ど、わかんないけど、あいさつしよ、はい、どうも、ガリゲーちゃん、あ、ここだった、どうも、ガリゲーチャンネルのりょうがです。今回から新しいゲーム、マンイーターをやっていきたいと思います。こちらのゲーム、そこまでし、新作ほやほやっていうほどではないんですけども、まあ、ちょっと個人的にね、いろんな思いもあってやってみたいなということで、やらせていただきます。ですがね、注意事項が一つあります。こちら、セロ Z18 禁です。18禁ですのでね、見る方々は本当自己責任で自己判断で、ご視聴いただければなと思っております。サメのゲームかなみたいな、サメのゲームだよねっていうことしか知らないです。主人公がサメなのかな、海の話なのかなみたいなことしか僕知らなくて、本当にプレイ動画とかも見たことがないので、完全にですね、初見プレイとなっておりますので、皆さんと一緒にね、新鮮な楽しさを共有できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは開始。骨張った魚とは違い、サメにはまぶたがあります。合ってた、まぶた合ってた、すごくね、逆にすごくね、読める人いた、逆に、うろこなんだろうってなったでしょ、みんな。これ。すごい。ああ、じゃあ、はい、始まり。あ、はい、出てますね。ケイジャンクイーンということで。一方その頃ってどの頃？ピエール・ルブラン、またのスケイリー・ピート。こいつか。スケイリー・ピート、こいつね、このおじさんが。親父がサメ狩りをした。俺もサメを飼っている遺伝だな。俺より立派な漁師は何、漁師なんていやしないよ。二の腕太っ。みんなサメを勘違いしている。科学者は俺たちが共存する方法について語るが、一体どうすればサメとの共存が可能だって言うんだ。え？サメの目的は一つ、人を殺して食ってクソとしてひねり出すことさ。俺がやっていることは人類にとって必要なことなんだ。一日に24時間しかないのが残念だよ。時間がありゃもっと殺してるよ。ウォーデクバイユーでサメが発見され、死者が報告されています。サメは側面に刺さった錆びた森で識別できます。邪魔するんで仕事があるんだ。誰かが撮ってるかね、映像。え、主人公本当にサメ？このピークじゃないの？ピークだっけ名前。もう覚えてねえや。えへ？さあ始まる。うわ怖っ、もう怖い、無理無理、ちょっと、あーごめん、ちょっと待ってね、ごめんなさいね、忘れた、俺ね、海すげえ怖いんだよね俺海洋恐怖症なんですよ、ごめんなさい、僕すいません。深海とか深い海とかすっごい俺恐怖症で、忘れてたわ、なんで俺このゲームやるんだろう。ふう、よし戻ろうか。うわ怖っ、怖っ。これはオオメジロザメの制御です。泳ぎが速く凶暴で、鋭い歯を持っています。この湾岸ではもはや上下を見るね。オッケーオッケー、これはスティックでね、右スティックが視点操作。おお、このままでいいですよ。で左スティックで移動。ああ、なるほどなるほど、視点の方向に移動するって感じか。なるほどね、上下しかないのね、上下とか前後か。捕食、 R2 を押す、または押さえると噛みつきを行うと。おお、バクンバクンバクンとバクンバクン。おお、獲物を食べる。え、ん、この先にいるってことかな。獲物いる。うわ怖っ。あ、カメカメ、え、カメ？なんかもうダッシュとかできないのかな？違うな、しかも。あ、おっ！まるでなんかごめん、なんか新しいやつやっちゃった。ソナーみたいなやつ。何これ？よくわかんないけど。バク！バク！ワオ。カメバクバクバク！カタ！甲羅カタってこと？なんかレベル高くない？こちら。いけんの？レベルなのこれ、そもそも。とりあえずこの。イェーイ！あともう一匹食えと。カメ勝て、うわっ、よいしょ。カメ、さっきの行って、あ、テールウィップ、 L1 を使用して相手をノックバックさせ気絶させることができると。テールバック、あ、間違え、テールウィップ、え、テールウィップ、テールウィップ、テールウィップ、
exhibiting behavior more common to a thresher shark. で、捕食みたいなこと。はい。ノーマルスピードで水面に向かって泳ぐと背びれモードになります。入ります。背びれモード。ノーマルスピード水面に向かってか、水面に行かないとか。ちょっと食べきってからですか。俺こういうのなんかね、全部食べないと気が済まないんだよな。こういうの。わかる？なんか食べ残しとかでもちょっと嫌なんだよな。で、アルニオス。イエイ。アザラシがいる。うーわ、怖っ。やばーい。ちょっと怖ーい。ちょっとや、ふう、ちょっと上見よっか。ふう、ね、これね、セビリモード、セビリモード。うん。で、あ、四角で先生か。バツ。水上の敵。バツをそのセミモード中にじゃない。これか。水中の敵なんて言うの？潜水ね、解除。うわ、こうしょ、よいしょ。まあでもこれもある日、ある意味リハビリもね兼ねて。ふう、とりあえず舞台バックーン、いいよ。すげえな。よくわかんないけど。水面に突進すると水中から出られる。へえ。なんかちょっとダサくない？で、飛び出方。こう、あ、そう、お、一周した。こういうことね。ちょっとこう空中でも、こういうことができるのね。ああ、それやっぱそれ、今それ。あ、それちょっと勝てねえだろ。ちょっと重いな。対象の上で R を長押しして L を押す。対象の上で。上でってなんだ。あ、対象した上でってこと？このロックオンみたいなした上で。わお。え？今の合ってる？合ってるか。なるほどな。こうしてこう、違うな、こうしてこう、あー、なるほど、食った上でってことか。うわ、人がいる。え、なんで人にもなんか、え、ん、人にもなんかさ、このマークがついてるってことはそういうことなの？まさかね、まさか、まさかな。うん、そんなはずないよね。とりあえず食べよっか。とりあえず食べよっか、シーラ。噛みついた上でバシーンね。はいはいはい。ビーチの人たちを倒す。ん？ちょっと不穏な、すいません、空気があるんですけれども。ビーチの人たちを、なんかマップとか出ないの？出る。あ、ここに行けと。ジェットスキーちょっと危ない、怖い。うん。え？ちょっと、もしかしたらまあ閲覧注意かなっていう。わお。ああ、なるほどな。そういうゲームか。ごめんな。まあでもこれゲームだからね。大丈夫かなこれ、叩かれないこれ。え、ひどいみたいな、人食いだみたいに言われないかな。うーわ、まだまだ行かないといけないんだけど。何このユニコーンボード、ドカン。わお、わお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 。え、このゲームやって大丈夫？僕これすごいよ、血だらけだけど。すいません、すごいですけども。うわ、スケイリーピートがハンターを消しかけた。え、サメの鼻に一撃もやっちゃい、シャドウ。どういうこと？あ、なんか来た。え、どうすりゃいいの？ハンターダイバー。おまいが空中突進を行うことでボードデッキなどの高い場所へ、行くことができます。ボートデッキってなんだ。水中から飛び出てボートに乗っている人間を噛み落としましょう。対空中に L2 を押すと。なるほど。で、レーザーサイトなどを追跡すると、回避。R1 で回避ね。水面に入れちゃって、ロックオンか。なるほど。
加速してくだ、ん？あ、水中で加速ってことかな。ああ、なるほど。これが加速か。これであの、なるほどね、ロックオンを落とすのか。落とすってなんだ。外すのね、ロックオンを。ちょっと難しいかもな。ロックオン外す。オッケーオッケー。で、ダッシュの、違うな、ちょっと違うね。ロッケロック外す。うっ！あー、なるほどな。あー、なるほど、なるほど。すごい、すごい、すごい。サメの動きじゃないかも、もう。しかも、あれだ、一回潜水しない。おいしょ！こういうこと？違うかもね、ちょっと。ちょっと、これちょっと酔うかも、人によっては。うん。ちょっと酔うかも、これ。視点がちょっと激しい。いった。てんめえ、いかにしろよ、お前。おー、お前、いかにしろ、お前。ちょっときつ難しいな。船の上に乗りたいんだけど、空中で、ああそういうこともできるのか。ああ、なるほどなるほどなるほど。おいしい。回復とかしないのかな。おい、二代目来やがったわ。ちょっときついな。そうでもねえかマジなんだよこれ。えぐいな。視点的にちょっと激しい。よし、ゴリ押しが一番強いかもしれない。いって他どこだ。お前か。はい、次はお前だ。もう一台来たね。あ、体力回復するんだな。やべ、体力が半分だ。だが、しかしその前に沈めてやる。空中突進を使うことでボードデッキ高い場所、いや行く必要がねえんだよな。難しくて当てられんわ。え、来やがった、スケイリーピート。なんなんこいつは、強えの、どうすりゃいいの。おーおーおお、うわ、あ、え、んんゲームオーバー、これ何これ。あ、ストーリーか。びっくりした、やめてよ。え、俺主人、俺負けたやん、俺やられたやん。ちょっとグロいかも。あー、これは、あー、これは親父のアイアンだ。だが探してたサメはこいつじゃない。なぜそう思うのか。なんでかって、大きさが足りない。これがメガに見えるか？うっ、お前、うわーってなってる今、俺。おい、見ろよ、子連れだ。でかっ。いやー、ママの調子はどうだい？おい、お、なんでそんなことした。次にこいつを見たときに、他のサメと判別できるようにだ。くそ、わお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 、わお腕が、わお、グログロ。小さなサメは戦争本能に従って抵抗します。なんとかな、なんとか、わおわおわお、すごいな、すごい海外っぽいね。いいね、なんかアメリカっぽいよ。まあでもなんか人間サイドをちょっとこういう悪そうにね描くことによって、人食いに対してのちょっと罪悪感をちょっとなくしてくれている、ゲーム側のちょっとやっぱ親切心を感じますね。ダメダメだなこの子な。ケイリー、うん、義手つけてた、カジキ。はえー、こいつがなんか大ボス的なことなのかな。でかマンイーター。